はい、では、くさびですね。のところまでやってきました。一応、アクセサリーつけてないな。まあ、いいか。クローツだけ、ざっと適当につけておきました。なんとかなるかな。そうだな。こうして、こうかな。はい。じゃあ、こんな感じで行ってみましょう。くさびを解除する。はい。で、どうなってしまうのか。こっから何かが出てくる。やれやれ。やるしかねえか。やるしかない。スクランブルレイド。4体いて、全部違うのかな。とりあえず調べていこうか。はい。はい。はっ。ブルドスピーダー。まがまがしい姿の魔獣。不意に獲物に飛びかかり、巨大な爪で敵を串刺して回る。毒を含んだ液体を吹き出す。ちょっと、恐ろしいですね。後ろの人。届かない。じゃあまあどんどん。で、まあこれがちょっと大きいからボスって感じかな。じゃあこの辺から調べますか。デオスピナー。魔獣からも恐れられている凶悪な姿の大型魔獣。その毒液を全身に回ると血が腐敗し死に至る。恐ろしい。わらわの番じゃな。おばあちゃんも調べようか。ほれ。フェイトスピナー。両手に鋭い爪を持つまがまがしい姿の魔獣。強烈な幻覚性のある大量の毒液を吐きかける。さてと。ヌルも恐ろしい。これは足りない。これも強いけどね。これが、どっちかだな。心眼。価値カウント回避法で強そうかな。やってみようか。先ほこれ、風放ち。さてと。でも調べようか。忘れないうちに。グレーゴールスピナー。魔界より表し、悪魔の先兵。不気味な笑みで、獲物を翻弄し、凶悪な罪その命を奪う。さて、どれだけ回避できるか。甘いわ。できなかった。甘い。お、石化したよ。甘いわ。甘いよ。俺の番かよ。めっきりあるね。私の番ですね。これかな。来い。もっとミス。危ない。BP ゼロ来たね。誰かに沈まんの。マイルド。ちょっと判断が難しいな。いや回避50に頼るか。これやっとこうか。これどっちかだけど、こっちの方がいいか。いくよー、ホワイトデコレーション。マイルド。ねえ、これですよ。どれ、いただくぞ。ガブリ。ね、これで回復する。行きます。あー、強すぎたい。これかな。
これかな。水か、いいか。アークスピード。救護します。アンガドさん。うん。ああ、マシビスが。死なない。いいぜ。うん。悪音が聞くかな。燃え散る。さあ、うん。追撃します。私の番ですね。お、気絶してるね。じゃあこれで。来い。はい。またミスしてるよ。あ、そうか、アクセサリーつけてないから命中が 100% になってないんだ。おおおばあちゃん強いな、さすがに。大丈夫かな。はい、どんどん行きますか。こうした方がいい。起動フラガラッハ、レッツ。うん、なんとかなりそう。あー、なんかパワーアップした。風、水が効くのか。うん、これしよう。私の番ですね。うん、割り込みたいな。アルティナちゃんで割り込みますか。割り込む必要なかった。やばいか。行きます。トランスフォーム。シンクロ完了。ゴー。アルカデスギア。よーい、ドン。ブリューの展開。少々。とどめです。いいぜ。これそうか。燃え散る。サンス。追撃します。ほれ。ドン。ああ、なんか怒ってるよ。めっちゃ怒ってる。強いな。次クリティカルあるから危険ですね。おう、だな。きらめけ、ノワールクリスタル。覚悟。あー、これね。どうしようか。はい。おや。とりあえずこっち倒してしまいたいですね。はい。燃え散る。崩れたぜ。はい。追撃します。はい。強いな。まあ攻撃するしかないか。うん。なんかめっちゃ回復されてるよ。私の番です。どうすればいいんだろう。毒混乱凍結、凍結ね。これ狙っているか。わらわの番じゃな。
ホームランか。私の番ですね。来い。チャラ。うん。好機です。いただきだ。お、咳がした。あともう殴るだけでいいのか。どうじゃ。うん、全然効かないね。いや。チャージするぜ。助かります。うん。わらわの番じゃな。これはめんどくさい。もう実質勝ってるけど、ただひたすらにめんどくさい。見とれるでない。宵闇に潜む赤き月影よ、わらわに力を貸すがよい。燃え尽き終局魔法光月。勝負は時の運ってが。うん、やりましたね。うん、わらわも捨てたもんじゃないの。うん、やったね。もっと精進しますね。ご協力感謝します。新たなマスターミッションが発生。どういたしまして。うん、これが封印石かな。うん、これキャラガチャですよね。回しに行きますか。コーラルブレス使えそうですね。うん、お、あ、クルト君の武器。うん、マーブルアメルット。うん、ATS がかなり上がる。うん、ラッキーね。うん、ラッキーですね。あー、まあ、これ風儀が入るんだよね。50、こっちの方がいい気はするけど。まあまあ、これはこれでありがたい。うん。じゃあ、ちょっと先に、戻ってキャラガチャ回してみますか。はい。はい、では、キャラガチャ回してみましょうかね。封印石の開封が可能。うん。はい、誰が出るでしょうか。はい。おお、トバルさん。帝国ギルド所属、トバル・ランドナーだ。ゼロ駆動の名に恥じないよう力を尽くさせてもらうぜ。うん、遊撃士の一人ですね。帝国で、ずっと遊撃士をやっている人です。で、まあ、サラ教官とかが、帝国ギルド、帝国政府から圧力がかかって、帝国で遊撃士が、ほとんど活動できない、できていない時も、この帝国政府のあまり影響力のない、地域で、細々と、細々とでもないのかもしれないけど、ずっと、で、この人は、遊撃士を活動していた、まあ、そういう人ですね。まあ、ゼロ駆動といって、アーツが非常に得意。で、アーツの駆動が非常に速い。まあ、そういう、人ですね。
ゃあまあこれも一応受けておきましょうか。はい。ビーチルバカンス。何ですかね。まあ、あとでやりましょうか。はい。じゃあ、トバルさん、確認しとこうかな。どこにいるかな。とりあえず人物像と、ここかな。トバルランドな、遊撃士協会、帝国ギルドの遊撃士。オーベント改造にだけ、ゼロ駆動と称されるほどアーツの発動が早い。人当たりがよく頼れる兄貴分。うん。そんな感じの人ですね。あと、まあ、まあ、人となりとしては、このカーネリア。まあ、カーネリアという小説に出てくる、どこだ？まあ、この僕。うん。まあ、このカーネリアの、モデル、カーネリアの小説のモデルになっている、アイセルナートっていう人が、ママジ君とか、ガイウスさんの、まあ、上司というか、聖杯騎士団の、総長ですね。で、この、主人公の僕っていうのが、このトバルさんがモデルになってるんじゃないかと言われています。うん。うん。名前、あ、そうそう、トビーね。うん。まあ、このトビーっていうのが、トバルさんがモデルになってるんじゃないかと言われています。というか、まあ、その通りですね。はい。ので、まあ、このトバルさんは、聖杯騎士団総長のアインセルナドさんの、まあ、知り合い、うん、ということになっています。まあ、詳しくは、小説のカーネリアをご覧くださいということですが、まあ、まあ、どっかのタイミングで、ちょっとまあ、読んでたら本当に全部大変な量になるので、うん、まあ、ご興味あれば、まあ、ゲームを遊んでみてくださいという感じが。めんどくさいな。うん、めんどくさがられているね。じゃあちょっと、トバルさん探してみましょう。はい、トバルさんいました。聖杯騎士団系の人たちと一緒に喋ってる感じかな。セルナート総長の話をしてるんですかね。お兄さんに話してみな。しかしいきなりこんな異世界に巻き込まれちまうとはたまげたぜ。話に聞いた宝石の剣と似てそうな事態だし、愛なら何かわかるかもしれねえが、宝石っていうのが、まあ、ヒータちゃんとか、アガットさんが巻き込まれたと言っていた影の国の事件ですね。レグルスの宝石だったかな？レグルスの宝石と言われる、アーティファクトの影響で、まあ、まあ、主にリベール組の、エッセルさん、ヨシア君はじめ、いろんな人が、影の国という世界に取り込まれてしまう。いうことになって、なってしまっていました。うん。あと、まあ、レンちゃんもかな。レンちゃんも取り込まれてましたね。で、アインっていうのが、まあ、さっきから、出ている、聖杯騎士団の総長、アインセルナートさんですね。とにかく、リーンたちもいるなら、御の字だ。なんとか力を合わせ乗り越えるようとし、乗り越えるとしようぜ。うん。はい。まあ、リン君は帝国組なので、まあ、トバルさんとも、
トマルさんにお世話になったこともあると。で、まあ、サラ教官とは、遊撃士としての同僚っていう関係です。お兄さんに話してみな。うん。うん。はい。この辺の人たちは話は変わってないか。調子はどうだ。うん。やれやれ。まいったね。うん。はい。で、あと、ミッションは。対向車のアクセスを確認。うん。まだこれか。じゃあ、あと、2回、ユーシさんはトガユさん入れて戦わないといけないと。あと、ワーツーあと1匹倒さないといけないと。いう感じですかね。では、先ほどの続きで2回に進んでいきましょうかね。すいません。こっち見落としてました。これも、限定ミッション2個。限定ミッション2回クリアですよ。これを、達成したよと。うん。アースグロー UR。うん。で、限定ミッション5回クリアせよ。うこれ全然やってないな。なんか、ミッションが増えましたみたいな、出てた気がするけど。あ、第2階層の初号までの3階違うな。まあ、いいか。はい。まあ、この辺やりながら、2階を進んでいきましょうかね。